まあ、海外でストリートアートといったら、まあ、グラフィティであるとか、まあ、でっかいミュラル、壁画、まあ、ぶっちゃけあれですよね、そんな盛り上がってもないというか、別にそんなプレイヤーがライブペイントをするっていうプレイヤーがいるわけでもないし、そこに需要もないし、なんていうんですかね、やるモチベーションも特にないと思うんですよ。まあ、文脈としてはやっぱりそのグラフィティとかストリートアートってものと結びつけられがちやけど、やっぱり途中から分岐していった自覚はあるし、あのやり続けていったらやっぱりこう誰のものでもない自分ならものっていう風な自覚が生まれてきてるし、うん、日本人のライブペインターの完成度の高さというか、絵としても優れていて、早く描いてかっこいい絵が結果的にできてっていう風な、多分海外の人が見ても、まあ、びっくりするポイントではあると思うんですよ。自然体でね、自分のスタイルでやって結果的にお客さんが盛り上がってっていう風なこう連鎖っていうものが生まれるんで、やり続けることによって、まあ、海外に押し上げれるような取り組みが、まあ、長い目でできたらいいかなとは思ってますね。日本のライブペイントシーンを演出する新しいことにチャレンジするなり、目標を持って続けることが大事なのかなと思いますけど。予期せぬハプニングみたいなのいっぱいありますよね。自分がこう予想して表現していくものよりかは、あのプラスアルファのものがそれよりも勝ってくるので、何かが足してかっこよくなるより、自分がモチーフを書いてその上から何かを書かれた、じゃあアンサーって何かをその上から書くみたいな、それとか全然違った完成品が見えたりするんで、なんかグループ内でも違う作品を見てるかのような楽しみはあります。特にライブペインティングの方に関しては、もう本当に自分の場合はですけど、やっぱり描く前に何も完成図決めずに、ショットしたカップとか、まあ、カクテルにストローが刺さってたりだから、ストローとかで、これでやってみたらどうなるんだろうみたいな感じでやってみたら、あ、こんな線が出るんだ、こんな色合いになるんだみたいな感じで、僕そのずっと筆で、やっぱ筆とペンで描いてたんですけど、なんか面白くないなと思って、そういう実験的な感じでライブペインティングをやるようになったので、小学校とか中学校でなんかで多分やったと思うんです。例えばですけど、目つぶって描いてみるとか、あとこう色を選ぶときに目つぶってこう取ったやつを必ず使うとか、自分の意思ではないところっていうんでしょうかね、っていうのをこう絵に入れてみるっていうのが、まあ、そのライブなのかなと思って。時代って言ったら変ですけど、結構こういう自分を表現するとかっていうのが、まあ、やっぱりこうやりづらくなってきてるかなとは思うんですけど、やっぱでもまあすげえ大変なんですけど、こう自分のやりたいことをどん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 、プラスに捉えてってやってったら、まあなんかいい感じになるんじゃないかなと思ってやっております。それを超える時が楽しいっていうか、やっぱ 100% の自分をこう見せれてるところが大ペイントしてる時の表現なんじゃないかなと思って、それがこう自分の生き様っていうか、俺の表現っていうのが、まあ、少しでも伝わるんじゃないかなっていう。やっぱライブペインティングってすごい健全な感じがして、できたものに対してそのもうタイムロスがない状態ですぐもうダイレクトでみんな見てもらえるから、やっぱその場所でしかなんか味わえへんみたいな、その場所でしか感じられへん感覚っていうのがあるんで、
それが後々そのなんか残るか残らへんかはまあ別として、その場のなんかテンションみたいなのが一番気持ちいいところですね。僕すごい音楽大事なんですけど、音楽でハイになった時、子供の頃楽しくて時間も忘れちゃうような、なんていうかな、まあ、無邪気というか無になれるというか、その本当壁と俺だけの世界っていうか、別の次元に行くような、こう今その好きなことをやれてる感覚っていうんですかね。ライブペイントっていうものが今のこの2010年代の日本においてすごいこう器としての広がりを感じるし、もっとより多くの人が巻き込めるような状況ができたらベストやなとは思ってるし、自分らのやりたいことをしっかりやり続けていくっていうのが大事なのかなと思いますね。プラットフォームがずっと意識しながらライブペイントしてて、いろんな人が集まるからライブペイントのイベントが成り立つんですよ。いろんな人がおっていいし、それをこれはライブペイントじゃないって言い出したらまだダメやし、いろんな幅を増やしながら、層を増やすのもそうやし、いろんな方面に一回全体を広げへんかったらダメやなと思って、それがうまいこと全国規模でできてるイベントがライブペイント道場だけしかないし、ある一定の熱量であるとかムーブメントであるとか社会とか時代との相性みたいなものもあると思うけど、自分らの道みたいなものを切り開いてやったことが結果的にアートとして認められるような、絵師がライブペイントというか即興でね、そういうなんていうんですかね、宴の席で絵を描いたりとかしてたっていう文献も残ってると思うけど、職業として仕事につながるものでないがゆえに、まあ、文化としてつなげていけるようなものを作ろうとしてるのかもしれないですね。まあでもさっきも言ったように、こうライブペイントっていうカルチャーを俺にも先人がいて、先人から受け継いだものを下の世代に伝えて、その下の世代も俺らから得たものをさらに下の世代に伝えていけるような取り組みをしていきたいので、まあ、それぞれの関わり方でいいので、興味ある人は本当協力してほしいし、一緒に作り上げていきましょう。